僕は八時半を回りました。宅建節、今宵もお届けするのはこの方です。はーい、宅建節です。 <laughs> こんばんはでですす <laughs> いいですね武士が固有名勝になってな <laughs> そうっすね <laughs> 誰が喋ってるんだって話なんですけど武士のみたいな、えっと、今週も始まったんですがえっとですねいろいろあって、うん、まあちょっと今日なんだろうな、まあ、ちょっとだけ愚痴りたい話が、はい、最初にやろうかなと思って <laughs> あの高速道路があるじゃないですか。はい でちょうどまあどっから来てるって言ってもちょっとあのなんだろうな、うん、会社の位置が情報がバレるんだなんですけど、はいですね、北中具宿で今日降りようとして、はい、いつも fm 技能案さんに向かうときって、はい、北中具宿のインターで降りるんですよ<ー>高速で基本えっ、ー、と行き来してるんで、はい、なんでそれをえっ、ー、と降りるときに今日に限ってですよ今日は一応台風じゃないですか、はい、だから小学校とかも早めになんだろうえっ、ー、と とかここから休校みたいな感じでツ、うん、イッターに載ってたんで、はい、一応今日念のため早く出ようと思って<ー>いつもよりかも早く出たんですよ、うん、今日 <laughs> 30分も遅刻してますけど <laughs> いつもよりか早く出たんですよ。 先週の放送を聞きながら今週何しゃべろうみたいなのを考えてる矢先出口付近から中停しててここで30分ぐらい足止め食らってで結果的に事故じゃなくてななんだろう,なこうえっと上りと下りの,この出入り口があるじゃないですかで下り側の車線を上り側の車線がだろう通行止めになってて下り側の車線をなんか。 えっと上りと下りを一緒に使ってるみたいな感じで車線が本来2車線あるのを。はい 一車線にしてで右に行く人、うん、左に行く人で分かれてるんでんそこでだいぶ交通渋滞起こしてて、はい、それで30分ぐらい足のくらったんですけどもうなんか最初の頃もうウキウキで <laughs> 今日何喋ろうかなって思ってたんですけど<ー>待ってるこの30分 <laughs> の間に、うん、だ,んだ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 んイライラしきて <laughs>、はい、気持ちが考えきれなかったんですよ途中 <laughs> で今日ちょっとほぼノープランではあるんですけどなんか一つ思うのがいつも毎回思うんですけど、うん、高速って急いでるから、うん、金払って。 「金払って」ってちょっと表現が悪いんですけどだから急いでるからお金を払ってまでんだろうな時間を短縮するってなるんですけどそれって「金払って」で実際の待ち合わせ時間に30分遅刻したら「金払ってる意味がないよね」って思うんですよ。思ったのがだからこのまあ多分それはできないと思うんですけどなんか今後この何て言うんですかね IT 関係が進歩すれば乗った人の、うん、例えば、えっと、那覇から名護まで行きます、うん、で大体所要時間が1時間ですよっていうのがあるとするじゃないですか、はい、でこれでカウントしてで1時間以上かかるってことは何かしらの事故だったり渋滞だったりってなるじゃないですかそれを加味して料金を出るときに安くしてほしいなって思って逆にそれよりかも早く出る。 ことができるんであれば、うん、それに上乗せしていいのかなって、まあ、変な話、<ー>時間をお金で買ってるような、はい、イメージなんですよ。<ー>こんな話、なんか汚い話しか聞こえないから <laughs>、あんまりよろしくないんですけど。でも、なんか、それをちょっと、なんか、公共の電波に乗せていっても、どうしようもないし、言わない方がいいんですけど。うん、<laughs> 毎回で、ね、<laughs> までも同じこと思ってる人がね、もしかしたら、一人。うん いるいですよねこれお金で買ってるけどね毎回思うんですけどあ<ー>まあこれはもう多分解消されないんでうん、うん、この辺にしときましょうね愚痴るのは。<laughs> これのせいでちょっとあの遅刻するしネタが考えきれてないしっていう感じなんですけどちょっと切り替えて、はい、まあちゃんとした本題に本題っていうかまあちょっとえっとオープニングトークに入っていこうかなと思うんですけど。はい 最近最近って言ってまたこのラジオで「最近出」っていっていつなんだっていつ,いつも思うんですけど <laughs> えっとね9月の11だったかなに、はい、バックナンバーが久しぶりに「えっと、オールナイトニッポン」に戻ってきて「<ー>こうなんだったらなんだミュージックウィーク」っつって、はい、この、ま、毎週。 えと月曜日から日曜日日曜曜まで、うん、あ月曜日から土曜日まで、まあ、最後オードリーさんで締めるんですけど、うん、大体決まってるんですよ「オールナイトニッポン」の担当をする人たちが、うん、月曜日誰って決まってて、はいうん、でこれのスペシャルウィークの時にこのジャンル系のゲストを迎えて各、えー、とーこの放送でなんかそう、うん、トークを広げていきますよとか、はい、この各この曜日でこの例えばえっ、ー、とー 今回みたいなミュージック関係になったらもうバックナンバーとかアーティスト,ィストバンドの人たちがまた代わりにこの曜日を代わりに交換してやりますよ<ー>で、はい、7年ぶりに、えー、そんなに皆、うん、さん聞いてみてください、はい、YouTube に一応あるんで,、はい、で自分もちょうど恋愛節始めてる時に最初の頃なんで、うん、もちろん手探りじゃないですか。うん でなんだろう、まあ、もちろんこの恋の妄想があって、うん、でシナリオを考えるときにいろいろ考えるんですけど、はい、答えの部分って結構導くの何て答えようかなって自分でステーション作っときながら何なんですけど <laughs> なんかいつも愛媛、ま、さんに選ばれるようなこのなんだろうなあの答えは何だろうな先生に負けないためにどういうなんかあの気の利いたセリフを。 言えばいいいのかななみたいな、はい、でそれを自分の頭の中で考えるともう本当に下たくそだから、うん、あの当時って結局バックナンバーの歌詞だったりとかバックナンバーのラジオからなんかいろいろとこの明るさだったりとか、はい、言葉のふしふしのなんかヒントっていうのをそうそうそうもらってたんですよ。<laughs> はい、でこれをなんか久しぶりに7年ぶりに戻ってきましたってこの放送を聞いて。 なななんんか全部なんだろうな恋愛節あの時だからやっぱ、うん、結局なんだかんだ言いながらこのバックナンバーのラジオが元になってできてる部分もあったんで、うん、なんかあいろいろあ懐かしいなああやって先生と喋ってたなとか、うん、なんかこの感じって結構恋愛節でもちょっと真似てたよね、はい、みたいなのを思って<ー>あなんか懐かしいなっていうか原点だな、うん、みたいなイメージがあって。確かに、ねうん、恋愛節 イコールみたいなところありますよね。スヌーーーピとババックナンでそれはなんか聞いててあいいなと思ってんか久しぶりにこの「たっけん節」も一回恋愛節ってじゃ何ですかっていうのをちょっと広めるっていうかちょっと認知してもらうために一度やったじゃないですか恋愛節をそのまんまのやつを。これを久しぶりにもう一回持っててき みたいなで、まあ、今年万が一落ちるようなことがあったら、うん、また「卓っ武士でラッシュメンそのままなんですけど <laughs> 今年は通る予定なんでか受かったら、うん、受かったら恋愛武士に戻るんですけど、はい、その前に、あのー、過去の恋愛武士っていうのをうもう一回ちょっと近いうちに披露してはい。でけん」卓を買った後の恋愛武士っていうのは<ー>えっとなんだろうなまたやっぱちょっとテイストが違うもうん あのあの頃って自分が書いてる台本があるんですよちゃんと恋愛節は。でそれに従ってある一定ラインの項目は全部その台本通りに読んで進行してたんですけど、うんはい、今の「宅建武士節」ってもう頭の中で車の道中で <laughs>「何しゃべろう」みたいな <laughs> るそれを真みさんに無理やりあの共感してもらってるみたいなところがあるんですけど <laughs> 多分まあ番組名が元に戻ってもスタンス的には。 今のススタン別に台本も書かなければあのとそうメールアドレスも言わないみたいな募集もしないみたいなそういうところがあるんですけどとりあえず名前戻す前に恋愛節の初代の一番最初の恋愛節ってこうだったよねっていうのをもう一回持ってこようかなと思って久しぶりにそれにちょっと今回久しぶりにバックナンバー聞きながらこれやろうって思ったんです原点に 原点、うん、に戻って <laughs> でそこをちょっとまた付き合ってもらうん <laughs>、はい、で <laughs> あの時って恋の妄想って結局一つのシチュエーションを作りながら、はい、まあその回答について。 だめ出ししたりとか良、うん、かったところを喋ったりとかするんですけど、はい、今自分がしたいのはあの時はあの時でこうでかったんで,すよ、はい、でも今競い合う相手が今先生がちょっといないんであれなんですけどいないんで今やりたいスタイルっていうのがなんだろうなえっとまあそっちゅうこうだろう卓研ばっか勉強して法律系うん、うん、法律系ってずーっとやってるから。うんうん 法律って実際判例問題って言って裁判になったこの過去の例があってそれが今結局法律に反映されてるんですよ。過去にこういうトラブルがあって判決がこう出たからじゃあここから先はみんなこ,のこういうケースになったらこうしましょうねっていう風になっていってるんですけどそれをなんかうまくなんだろうな判例的な感じで例えば恋愛で。 えーと男女が別れそうな瞬間にどう立て直すかを逆に判例的にシチュエーションをある程度なんだろうちょっと設定して、はい、で時間帯を設定して、うん、それでちょっとリアルになんだろうなまるみさんとこの表現していくっていうか、うん、駆け引きしていきながら、はい、したらなんかあのその雰囲気を。うん 味わえるっていうか、棒読みをなくしたいんですよね。うんはい、<laughs> 棒読みをなくすのと、なんだろうな、シチュエーション、シチュエーションで。キャラクターを変えたいんですよ。<laughs> おお<ー>。なんかないんですか、たまに、丸、ま、美さん、自分は。よく考えたい。はい、あのー、あるんですけど、なんだろう。例えば、今の自分のキャラクターがあるじゃないですか。うん、はい。で、めっちゃなんですかね、この。明るいところに行って、騒ぎたい。タイプの、この雰囲気なんですけど。うんはい 場所によっては真剣になんだろう会議してる場で真剣な,なんかもう映画にも自分できますよみたいな雰囲気になりきらないといけない時とかもうめっちゃなんだろうないつも以上にバカしてめっちゃ楽しんでますよっていう演技をしないといけない時ってあるんですよ。う,いう演技をしようとした時に 自分自身なんか客観的に見すぎて冷めて「うん、いやこれやらん方がいいよ」なんか気持ち悪いからみたいな<ー> <laughs> で思う自分がいるから<ー>なんかそのなんだろうなキャラクターの切り替えを、はい。 良くななりたいなって思ってて思、はい、でこのシチュエーションのこのんだろうな判例形式でやっていくといろ、うん、んなんだろうシチュエーションの中で自分を切り替えていって、うん、かつ棒指じゃない <laughs> それを訓練してっなっていく <laughs> そ,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 それをやることによってよりなんかんだろうなこうそういうケースで悩んでる人たちの、うん。 少しでもなんか足しになるかなって思ってて、うん、この時こうしたからなんだみたいなそう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 、うん、だから言葉で例えばなんか別れそうです、うん、じゃあこのあとこうした方がいいよねって、うん、会話するのも一つのなんか、うん なんだろうなヒントにはなるんですけど、はい、やっぱいざ実際その雰囲気を臨場感出して、うん、その雰囲気を作りながらその駆け引きをするとあ多分こういう場面ってこういう風になるようなっていうのをもとになんかいろんなのがつながっていって、うん、その場その場で出てくる言葉がリアルになるんじゃないかなみたいなそこをちょっと目指したいなっていう。うん うんまあ、次の恋愛節っていうかあ<ー>まあちょっとずつちょっと <laughs> 練習していかないとなって思うんですけどでそれで思ったのがあの今日時間があれば、はい、あのそれをやりたいなと思って<ー>でそれのテーマが、はい、うんと前回言ったリリー・フランキーさんの、はい、これんだろうな、えっと、相談相手。 だから何か一つ<ー>えと相談したいようなシチュエーションっていうか設定を作って、はい、マダミンさんが悩んでる女性を演じてもらって、うんはい、でそれを何気ないなんか通りかかりの店長に「うん、ねえねえ聞いて」みたいな「うん、こんなことがあってさ」うん、みたいな感じの軽いノリからなんか真剣に入っていくみたいな、はい、そういったイメージなのをやりながら何、はいはい、だろうなえっ、ー、とダメな事例。うん を主にやりたいんですよ、うん、綺麗なものっていうのはあ,<ー>あまりにも綺麗すぎてな、はい、なんか、あのー、なんだろうなですよ、うん、でも悪いものっていうのは反面強者なんで「うん、あこの場合こういう感じでやってると、うん、明らかに相手引いちゃうな」っていうのを客観的に見れるんですよ。うん、だからいい事例は「おすげえかっこいい」で終わるんですけど、うん、悪い事例は「あこのケースこうやらない方がいいんだな」 学びが多いと思うんですね、はい、なのであえて悪い事例を全部自分は演じてやるんで、はい、それをまなみさんが適当に本当に嫌なものは何、うんはい、だろうなその場で <laughs> <laughs> どんどん切っていくみたいなでその中でその切り方に応じてちょっと自分の返しも変えていきながらでそれをトータルで振り返った時にどうだったよねっていうのを今後の、うんうん 発見武士っていうかまあ恋愛武士に戻す中でそのラジオを作っていきたいなが一点で,でこれ一応イコール逃げてるんですけどネタが尽きてるっていうのも若干あるんですけどただネタが尽きてる中で毎日週んだろうな何個か3つ4つぐらいのネタ持ってこないとやっぱ不安なんですよ途中で話しときれたらどうしようって毎回思うからそれを1個に絞れるっていうのだけで。 だいぶ楽なんですよ、はあ、で逆にそのままなりきってやるから、ね、その場の場シシチュエーションでで全部物事喋るじゃないですか、うん、だからあんまり考え込むことがないから、はい、そこがいいかなっていう単なる逃げなすっていうのをやりたいなって思ってて、はいうん、そこをちょっとあの取り入れていこうかなうで今日それの時間があれば、はい、えとそこをやりたいんですけど。うん 多分ないのかなって思ってて、<laughs> えっとで、えっと、はい、今日先に喋りたいのが、はい、先週ちょっとこれも喋りたいなと思って、オープニングトークに。 なんかあの満足してとか男の人と女性の違いみたいな付き合った瞬間にどうのこうのっていう全部自分の,あのなんだろうな暴露トークっていうか <laughs> <laughs> ダメ男全開が <laughs> 出過ぎたあのトークだったなと思ったんですけどそれはなんかちょっと余談的なもので、はい、本当に喋りたかったのがこの週で先週で本当に喋りたかったのが。 リリー・フロンキーさんのこのスナックラジオで言ってたのが、うん、女性って結婚していない男性からもらう、うん、例えば、まあ、ペアリングっていう世代でもないんで、うん、例えば結婚前提だけど婚約指輪ではないけど何、うん、だろうな、うん、ちゃんとした好きの証っていう指輪をもらった場合に女性はどこにつけますかみたいな彼氏からもらったのに 話自分も、うん、なんだろうあいいなこの女性いいなって思った時に、うん、もうコンビニとかどこ,とこどこでも一緒なんですけど、うん、もう本当にちょっとふ、あのー、接する時があってめちゃくちゃこの人いいなって思った瞬間に見るのが自分も必ず指見るんですよ、うん、薬指を見るんですよ、はい、でこの人が結婚してたらあやっぱりなみたいなうんう世の中、あのー、こういう人そのままなんだろう野ざらしにしないよなっていうか。う だろうなって思ってて、で逆にそれをつけてない人を見るときに、はい、あこの女性なんだろうなちょっとなていうんですかね変な意味じゃないですけどうん、うん、あの心が強いのかなって思うんですよ<ー>なんていうんですかね選ぶ選ぶっていうか選びすぎてるではなくて、うん、自分の心があって自分はこうじゃないとなんか彼氏じゃないあこういう彼氏じゃないと嫌だよっていう要件があると思うんですよ。うん <で>理想が高いととはまたちょっと違う感じですか,、うん、か顔がかっこよくて身長が高くて、うん、優しくてっていうなんかこの当たり前の要件じゃなくて、うん、なんだろうえっとうんと常識がある例えば、えー、一緒に飯を食べに行きます、うん、でそこでなんだろうちゃんと店員さんに対する対応とか、うん、とかなんか、えー、っとちゃんとお礼を言えるとか、うん、なんかそういったなんか 細かかいいっていうか人間当たり前ここはやらないといけないし伝えないといけない部分だよねっていう部分をしっかりしてないのが多分今の世の日本の男性だと思うんですね。でそこを多分要件にちゃんと組み込むと多分なかなか選びきれないっていうかそれに該当する男性っていないと思うんですよ。逆を言っったら身長高くくくてててて顔がかっこよくて優しくてっていうのは ななんだろうな変な話身長が高くて顔がかっこいいっていうのはもうこれ生まれた時の親からもらった一番最初のプレゼントなので、うん、本人がどうこうっていうよりかはどちらかというともう最初からついてるものなんですよ、うん、授けられたそうどそうそう。ってな,、うん、なると割合的に言うと、うん、例えば、えっと、今の常識をわかる人間が100人中まあ変な話ですけど、うん、3名とか。 はい、2>, 2人とかになった場合に、うん、この顔がいい男性っていうのは約2割だから、うん、多分20%ぐらいはいると思うんですよ。うん、でそれを考えるとただかっこよくて身長が高くてってなるとある程度選びきれるんですよ。うん、で結婚まで至れる、うん、と思うんですよそれだけで選んでるんであれば。た、うん、だかなんか一般的なこの常識を全部兼ね備えた上にプラス居心地とかってなってくるとやっぱりどうしても。 まあそれは男が悪いんですけど男が悪いっていうかまあ女性がまあそういう男性を何だろうな作り上げる前に男性がどっかに消えてしまうから綺麗ななんか男性像ができないっていう部分も若干あると思うんですけどだからそうなると残るんでだからそれで売れ残ってんのかな。 みたいなののイメージがあってそれが30代前今よりかちょっと若い時は、うん、この女性完全に選んでるなと思ったんですけど最近はなんかそういう考えじゃなくて、うん、逆に残る女性ってなんかそこら辺の部分をちゃんと見てるんだろうなって、はいうん、やっぱ一緒に歩くってなると年、はい、重ねると。うん あんま恥かけないっていうか、うん、ある程度の常識はやっぱ身につけないと嫌ですよね嫌ですよね。何か居酒屋でなんか飲みに行って、うん、であんまりにも大盛な態度を取るってなると、うん、やっぱ横にいて恥ずかしいっす、ねはい、ですよね。うん、ねですよね。 なってくうんす、うん、かはまあ男は見え張るからある程度見えの中でも何だろうなそこら辺の礼儀作法っていうか、うん、そこはしっかり持った男性にならないとなっては思うんですね、うんはい、じゃないとそういう綺麗な女性とか何、うん、だろう芯がしっかりしてる女性っていうのはどんどん売れ残っていくんじゃないかなみたいなのがあって。うんはい なんかそれを、うん、見て、何の話をして、ここに、どんだけ連れてる。そう、指輪の話なんですよ。そう、で、ね、そう、で、自分は、ね、あの、いいなって思う女性がいたら、薬指を見るんですけど。うん、ちなみに、まなみんさんが、はい、なんだろう。うんと、例えば、彼氏がいます。はい、で、指輪もらいます。うん、そしたら、どこにつけます。それでもつけないですか。あ、じゃ、指輪はつけるんですけど。どこにつけます。どこにつける。どこにつける。 あでも一応左手の薬指以外ですよね。結婚してるって思われるからってことですかでも結婚前提であれば、はい、別に結婚してるって思われてもよくないですかあで,もなんでもなんとなくなんか私は結婚するって決まった時にしか,なんかつけ たくない感じがありますよね。しっかりしてるっていうのはそこなんですよね。まあ、そうなんですよ。それが一般的な常識なんですよね。でも、なんかよく言うじゃないですか。あの左手の薬指は結婚してる。あれだけど、証だけど、なんか右手の薬指が恋人っていうのを聞いたことあります。よ自分も、なんか、それは。うっすら聞いたことあったんですけど、これを聞いてから、あ、そうだなって思ってて、今までは別に左についてなければ。 なんともかかったんですね。それ以外ついてるの、よくよく考えれば、右についてる女性って大変な話、彼氏がいるんですよね。かもしれないでもなんか私もその別に何だろう、彼氏いたりあ彼氏いなくてもなんか別に右手あ右手の薬指につけていいじゃん派なんですけど、つけたことあります？いないときにいないときにあります。でもあるんですか？はいはい。 やっぱそういうふうに思う人が多いじゃないですかうん、うん、でなんかそれでちょっと勘違いされるの嫌だなと思って、はいうん、なんか指輪のサイズ的にも私なんかこの薬指が結構入りやすいちょうどいいサイズなのが多いんですよはい、はい、だけどなんか変になんかそう思われてもな,、はい、な,なんか誤解されてもなみたいなので<ー>違うところにつけるようにしてます。<ー>んあんまり…うん 結婚指輪に関してはこだ,こだわるというか<左>ここがいいなっていうのはあるんですけど<ー>それ以外は別にまあどこでもいいんじゃない <laughs> あじゃあ変な話な彼氏からもらうのは、うん、一応右手の薬指、うん、にしますあ,あまあ本当にいるんであればっ言ってほにその彼氏からもらうって今考えた時に、うん、どこにつけるかな、ねまあ、何を言いたいかって言ったら。うんうんうん 結局自分の女選びの時に女性選びの時に <laughs> あのどの指とどの指についてたら NG なのっていうのをまあ知りたいだけなんですけど、うん、でも一応限りなく確実に NG なのはやっぱ両方の右もじゃ,すじゃすあそっかじゃあ変な話ですけど真み、はい、さんが言う例えばじゃあ彼氏がいません、うん、で自分で指輪を買いますってことは両サイドの 薬指にはまず自分で買った指輪はつけないということでいいですね、うん、多分でもそういう人が多いと思います <laughs> <あ>稀に多分いるかもしれないですけどあじゃあ基本的にはつけない,ないなで彼氏からもらうときは基本的には右につける人が多い、はい、多いと思います<ー>多<分>そうなんですかうんうんってことは薬指につけてる女性はあんまり狙わない方がいいってことですね <laughs> <laughs> そうですね <laughs> 特にあの左左だったらちょっともう、ね、アウトで右だったらちょっと一応、うん、様子見 <laughs> そう様子見でも一応限りなくもしかしたら一応ダメなパターンが多いかもしれないけどまれ、うん、にいや別にいないけどここにつけてるような人も 少なからずいるっていうちょっとなんかあ<ー>あのわずかなチャンスはあるかもしれない、はい、みたいな感じじゃないですかねはい、はい、逆に前に話した、うん、なんだろう初対面の女性に、うん、彼氏いるんですかっていうのは、うんはい、なんだろう変な話ちょっとタブーっていうかあんま聞いたらダメなゾーンだと思ってるんですね。逆にに右の薬指にしてて、うんあ 右の薬指に指はしてるんですね、うん、ってことは彼氏いるんですかっていう、うんだろうな <laughs> ちょっと回りくつな聞き方。<球> <laughs> ってなったら女性はそれはそれでやっぱ普通になんかえなんでそんなこと聞くのってやっぱ思ってしまうんですかね。何だろう単純になんか<ー>彼氏いる、はい、氏いないを気にしてるんじゃなくて。うん 右につけてるってことは、うん、ちゃんとしたパートナーっていうか、うん、まあ彼氏がいるんだねっていうのだけをただ尋ねてるような聞き方しても、うん、なんでこの人になんかそういうこと聞かれないといけないのって思ってしまうのかなみたいな,、うん、なんか状況によってはそういうふうに思うことも、はい、あるかもしれないですよね。うん、じゃあやっぱ基本的にややっっぱぱそそ、うん、からないがでですねううううだつも思うのがうでしょう うん、むしろなんかそ,うなんだその人が実際つけてるとかっていうのはなしで、はい、なんかあはい <laughs> 終了です <laughs> <laughs>